たと過ごした7年間は間違いだった。もう会いには来ないで。じゃあ自慢のママだね。こっちの膝がジンジンするの。ワクはどうすんだ。それでも母親か。ママなんか嫌い、ママ嫌い。どうして母さんと一緒に行かなかった。ワクもいなくなっちゃった。パパが一人ぼっちになっちゃうもん。パパ、詐欺仙人だよ。月に住んでるの。こっちがお詐欺仙人で、こっちもお詐欺仙人。お願い事言うと叶えてくれるの。学校の準備できたのか。今日体育の日。体操着。体操着。保護者会のプリント。あとわっくん病院行かなきゃ。病院。うちの膝がジンジンするの。お医者さんが来週の月曜日もジンジンしたらまたおいでって。大丈夫だ、子供にはよくあることだ。はい、沢本、会見何時だ。誰が向かってる。うん、そうか、分かった、すぐ行く。食べ物粗末にする子は大きくなれないぞ。何かあったら父さんの携帯に電話できんな。パパ。なんだ。あとね、あとね。時間ない、早くしろ。パパと鳥。ん？わっくん、パパと今日も明日もずっと二人？父さん、仕事ある。沢本和久君、ほら、小学校で怪我した彼、まだ外来来てない。うん。そうか。倉本丸の内署の会見、それからですね、江東区の放火事件なんですけど、なんだか現場検証長引いてまして。今それ報告する必要あるのか。すいません。それとですね、話は長い、一行で。はい。江東区の取材には谷さんが、小島の代わりです。小島は今朝自宅で自殺を図った。年もお年なんで、お手柔らかに頼みますよ、キャップ。はい、沢本。若君の担任の細川です。お宅にお電話したんですが、奥様と繋がらなくて。プリントなら明日持たせます。いえ、若君、今日も体育の時間に膝が痛いとお休みしまして。もしこの間の事故が影響していたら、学校としましても、その後で折り返しますんで。パパはとってもおかしな生き物です。口はついているのに言えない言葉があるのです。
手伝ってください。何か助けてください。いや、会見行ってくる。行ってらっしゃい。僕が悪かった、ごめんなさい。すいません。教えてください。絵の教室はどこですか？ありがとう。ありがとう。1年生でも言える簡単な言葉なのに。今日は遅くなりますので、病院へは後日連れて行きます。パパにはどうしても言えない言葉があるのです。くんのママは今日はお休み。遠足のやつ何かが決めた？まだ。葵と一緒に買いに行く？うん、絶対約束。絶対約束。指切り玄満、嘘ついたら針千本のます。指切った。新平先生さようなら。はい、バイバイ。わっくんもバイバイ。バイバイ。ペイセン。うん。今日は遅れてごめんなさい。わっくん、一人で来たのか？うん。どうしてウサギの耳は長いの？うん？それはね、よく聞こえるようにじゃないかな。ウサギはね、きっとね、耳がいい動物なんだよ。違うよ。え？耳がいい動物はフクロウだよ。あ、そうなの？こっちの耳とこっちの耳で場所が違うの。ビヨーンってレーダーみたいに遠くの音も聞こえるんだよ。そうなの？勉強になりました。わっくん、ちゃんとご飯食べてるか？うん。パパさん！ダメだろ、ちゃんと家にいなきゃ。父さんすぐ仕事に行かなきゃいけない。ペイセン？ああ、はじめまして。東京美大で教授をやっております池村新平です。ええ、昨年から子供のためにワークショップをやっておりまして、ワク君今日一人で来ていたものですから。今ちょっと家内が体調崩しておりまして。ああ、そうですか。今日はこれで失礼します。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン、トヨタと息子さんは今ご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうしたの？マリー・ローランさん、彼女が書いた歌知ってます？ん？不幸な女より、捨てられた女より、死んだ女よりもっと哀れなのは忘れられた女だって。
空きがあったら連絡するって、もうこれで4件目。うん、やっぱり難しいか。でも大丈夫です。独身時代に貯めた貯金まだ結構あるんです。それに面接での話ができるだけでなんか楽しくて、ずっと忘れてたから。自分の言いたいことを自由に言えるってことがこんなにも嬉しいんだなって。迎えに行かなくていいの？今のうちならまだ。ご飯行きません？あ、先生。月曜になっちゃってごめんなさい。大変長らくお待ち申し上げておりました。あ、小児科医の丸山です。これは痛い？痛くない、ジンジンするだけ。成長痛じゃないんですか？子供にはよくあることでしょう。ちょっと気になったもんですから。ワックはちょっとチックンして調べてみようね。それで江東区の事件で動きは？ああ、そっか。いつ会見があってもいいように対応してみる。なんでこんな待たせんだ。お待たせしました。それで結果は？あちらでお願いします。もうちょっとここで待ってるかな。あ、来た来た先生。あ、ちょっとよろしく頼むな。はい、どうぞ。こんにちは。他のご家族の方は今どこに？え？ワク君のお母さんは？家内は今体調を崩しておりまして。失礼ですが、どんなご病気ですか？それが検査結果に何の関係が？回りくどい話はやめて結論からおっしゃってください。仕事に戻らなきゃいけないんで。息子さんですが、すぐに入院が必要です。え？ワク君の血液なんですが、この白血球の数値が異常に高くなってます。血液の病気の疑いがあります。検査が必要ですので、このまま入院してください。入院？サモさん、サモさん、病名なんですか？病名教えてください。まだ断定はできません。明日詳しい検査しましょう。入院の沢本和久くんです。はい。
これ病院からお貸しします。じゃあお願いします。すぐに戻りますんで。ワクくん病気なの？大したことはない。入院するの？ああ。いつまで？明日検査するまでだ。検査終わったらすぐ帰れる？うん。だからいい子にしてろ。行っちゃうの？まだすぐ来る。お姉さんと一緒に待っていようね。ワク君の血液なんですが、白血球の数値が異常に高くなっています。血液の病気の疑いがあります。眠れない。数字いっぱい数えたけど。私も小さい頃眠れない時はね、空見てた。星と星を指でつなぐの。星と星をつなぐといろんな形に見えてくるんだ。クマに見えたり羊に見えたり。姉ちゃんも一人で寝てたの？うん、そういう時もあったかな。ワックン一人で平気だよ。明日パパ来るし。うん、そうだね。明日になったらパパに会えるもんね。ワクのお父さん昨日は着替えを置いてすぐ帰られました。今日マル君の時に来るって話だったけどね。それがさっき連絡あって、どうしても仕事が外せないから結果が出たら連絡くれって。仕事ね。ワク君、パパねお仕事忙しくなっちゃってまた後で来るって。お姉さんと検査頑張ろうね。いいこと教えてやろうか。お前今日注射だぞ。お尻にでっかい針刺すんだぜ。へえ。逃がしてやろうか。以前取材でお世話になりました、血液内科の先生をご紹介いただきたくて。ええ、早急に質問したいことありまして。はい、お願いします。今だ。
行くぞ。ほら。赤ちゃん。じゃあいい加減にしなさい。また看護師さんに怒られるよ。俺はこいつのために。ごめんね、戻ろ。友達のせいにするんじゃないの。行くよ。うるせえな。うるせえって言ったね。ママ血液内科の日本の現状について教えていただきたいんですが、今では日本と海外の治療に大きな差はありません。針を入れるとね、ギュッて押された感じがします。で少し血を取るときは引っ張られる感じがします。はい、沢本。弁護士の二宮です。奥様との離婚の件ですが、離婚届に判は押していただけましたでしょうか。今それどころじゃありません。よし、引くよ。少し引っ張られる感じがするよ。もう一回深呼吸してみようか。してるの。そう、お出かけしていなくなっちゃった。いい子にしてたらすぐ帰れる。うさぎ仙人にお願いしたら治る？ああ。遠足はマザー牧場行ける？いい子にしてたらな。父さん先生と話してある。早く飲みなさい。こちらどうぞ。沢本さん、ちょっとお話いいですか？時間がありませんので。奥様は？妻はまだ体調崩しておりまして、それどころじゃありません。では結論から申し上げます。息子さんは急性リンパ性白血病です。血液中のリンパ球が癌化し、異常増殖して正常な血液を作ることができなくなる病気です。場合によっては助からない可能性もあります。しかし誤解しないでいただきたいのは、現在急性リンパ性白血病の約8割の患者さんは化学療法で完治されます。
すぐに抗がん剤の投薬治療を始めましょう。少なくとも半年以上の入院が必要です。小児白血病について国内海外さまざまな文献を調べました。自分なりに一通りの知識は得たつもりです。それを踏まえた上でこの病院の治療方針についてお聞きしたい。ここにずっと世話になると決めたわけではないので。いや驚いた。さすが記者の方だ。この短時間にこれだけのことをお調べになるとは。サムさん、こんなことをやってる時間があるんだったら他にやることがあるんじゃないですか。今のワク君の気持ち少しでも考えたことがありますか。わけもわからない場所に入れられて、わけもわからず痛い思いをさせられて、それなのにそんな時にいつになっても父親は現れない。私はワクのために。ワク君のため、本当にそうなんでしょうか。ワク君のお母さんご病気ではないようですね。確かに妻とは離婚の話が進んでます。でもそれに何の関係が。入院は家族のサポートが必要不可欠です。お父さんが仕事の時はお母さんに力になってもらうこと。妻の力を借りるつもりはありません。それはお父さんのお気持ちですよね。ワク君本人はどうなんでしょう。本当にお母さんを必要としていないんでしょうか。病気や治療に関する質問はいつでも受け付けます。セカンドオピニオンについてのご相談も遠慮は無用です。でもまずは目の前にいるお子さんとちゃんと向き合ってあげてください。息子さんは今きっと誰よりもあなたを必要としてる。月にはね、ウサギさんがいてお餅をついてるんだよ。ウサギさんいつからいるの？ママが生まれるずっとずっと昔からかな。じゃあおじいちゃんウサギだね。ウサギ仙人だね。ウサギ仙人だね。でも二人でいるから寂しくないね。うん。あ、ありがとう。うさぎ仙人。6年間あの子が全てだった。あの子がいなかったら私もっと早くもっと簡単に
あの家から離れられてた。あの子のために頑張ろう。家庭は壊せない。あの子に申し訳ない。だって私はあの子の母親なんだから。そう思ってずっと耐えてきたの。枠のためだけに。でもあの子は私にはついてきてくれなかった。私あの子に捨てられたんです。いや、それは。何も言わないで。枠君本人は本当にお母さんを必要としていないんでしょうか。お尋ねしたいことなんですが、そちらに沢本香織という女性か雨宮香織という女性いらっしゃいませんか。ワク君今日一人で来てまして。犯人はすでに逃亡済みの模様。
ワク。しっ、怒られちゃうから静かに。ワク。ダメだろう。今はみんな寝る時間だ。どうしたらもう一回赤ちゃんに戻れるの？うん？どうしたらもう一回ママのお腹に戻れるの？なんでそんなこと聞く？今度生まれたらいい子になる。いい子？だってワックンが悪い子だから病気になっちゃったんでしょ。ワックンが悪い子だからママいなくなっちゃったんでしょ。なんでそんなふうに思うんだ。グリーンピース。グリーンピース？ワックン、グリーンピースいつもトイレにポイって捨てちゃうんだ。ママが一生懸命作ってくれたのに捨てちゃうんだ。この間ママに内緒でアイス2つ食べちゃったじゃん。ママなんか嫌いって言っちゃった。ワックンが悪い子だからウサギ先生にもお願い聞いてくれないんだ。悪い子だから枠。今日父さんどこ行ってたと思う？ウサギ仙人のとこだ。嘘。嘘じゃない。父さんできる記者だから月にも特別なルートがある。父さんすごい記者なの知ってんだろ。千人言ってたぞ。母さんがいなくなったらもう病気になったのも枠のせいじゃない。お前は一つも悪くないって。グリーンピースは？千人もグリーンピースはこっそり残すそうだ。千人にも
叶えるのが難しいことがあるんだそうだ。病気のことだけどな、すぐに治るのは難しい、時間がかかる、しばらく入院が必要だ。それでも頑張って病気をやっつければ絶対元気になれる。それから母さんは誰も帰ってこない。ワクと父さんのところにはもう帰ってこない。パパと二人って聞いたな。今日も明日もずっと二人かって。そうだ、ずっと二人だ。今日も明日も明後日も。父さん、枠のそばにいる。二人なら怖くも寂しくもないはずだ。ウサギ仙人みたいに。ああ、パパ。うん。注射の時ワックンと一緒にいてくれる？ああ、絶対？絶対約束？絶対約束だ。ついたら針千本のます、指切った。あ、一個言うの忘れてた。どうした？前パパがお風呂に入る前にお風呂の中におしっこしちゃった。仙人それも関係ないって。二度とすんな。
抗がん剤はがん細胞だけではなく正常な細胞も殺してしまいます。子供のことは奥さんに任せたらどうだ。ワックも髪の毛抜けちゃうの。移動させてください。どんな仕事にも構いません。夕方5時には帰れる部署に。今が一番。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げる。大丈夫だから。ワック君の支えになってあげてください。息子のために俺ができることが。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。父親の俺にしかできないことが。